どうも、ラビトルの渡辺です。はい、松本です。はい、本日もよろしくお願いします。はい、ということで、ありがとうございます。明日がですね、単独ライブということでね。なるほど。あっという間やったな。あっという間でしたね、本当にね。なんかやることが多くてっていうところもあったんですけど。そうそうそう、なんかバタバタしてて、そうですね、なんかな、うん、なんていうんやろ、マジで途中からちょっと間に合うんかみたいな感じにはなりましたけど。そうそうそう、なんか全集中できひんかったみたいな、うん、なんかなんやろ、できるようになってくるんやろうけど、キャパオーバーしそうになった瞬間があったの。なんかな、戻ってくるまでね。そう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 、そう、ね、ちょっと時間はかかりましたけども、うん、ということで、前々日があれですね、ネタパレのオンエアでしたね。ああ、はい、ありがとうございます。多分そこがもう全てだと思いますよ、うん、リスナーの皆さん的には。うん、うん、どうでした？いや、緊張したな。めちゃくちゃ緊張したな。緊張しましたね。普通に緊張した。緊張しましたね、うん、あのリハをね、そうやな、リハがなリハがなんか緊張増幅させたよな。いや、あの段取りが我々まず分かってないっていう部分があって、まあそういう風にはなったんですけども、うん、まあとにかくそのリハを先にやらなあかんみたいなんで、結構早めに東京に行ってね。そうそう、もう朝一、10時ぐらいの新幹線、9時ぐらいの新幹線で行って、お昼前に着いて、うん、12時ぐらいに入ってみたいな、うん、5時スタートよ、収録は。そっから怒涛の空き時間。そうで、合間に3時ぐらい、3時ぐらいね、3時ぐらいにリハやってみたいな。そうそう、でなんかネタ時間が、うん、あれなのよ、2分10秒、うん、もうほんま10マックス10秒みたいな感じで、そう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 、うん、でリハちょっと満勤でお願いしますみたいな、そうそう、担当のディレクターさんに言われて、うん、なんかもうチームみたいななるんすよね、まあ、ディレクターさんがね、がおって、各コンビに1人ずつ多分おって、うん、めっちゃええ人やって。そうね、でいい、大丈夫っすよみたいな、うん、いい感じっすねみたいなとかめっちゃ言ってくれる人やってんけど、うん、リハをバーって満勤でやって、うん、2分15秒とか、うん、じゃあ2分6秒とか、まあ、その前に練習を1回もせずに、はい、リハに行ったから、6秒とかやって、うん、一応間に合ってはいんねんけど、うん、その後でちょっとそのリハが終わった後になんか他のスタッフさんに言われて、なんかあの、うん、笑い待ちとかをしたら、うん、10秒いくんちゃうみたいな、なんかルール的には2分10秒になると強制暗転というか、うん、強制終了になるっていう、うん、いうがルールがあるらしい。今まで一組もそんなコンビはいてないっていう振りも聞いてたから、そうそう、うん、で今はいけてるけどみたいな、本番になってちょっと笑い待ちとかしたらちょっとやばいですねみたいな、そうね、感じになって、うん、ちょっと削らないやばいみたいな。で後々聞いたら、うん、オーディションの時も、うん、俺らも2分20秒ぐらいやってたらしいんだよな。まあ2分前後っていう、いや、あれやったから、そう、そうそう、まあ、そこはもうしょうがない話で、よう撮ってくれたわって感じやねんけど、うん、でそれでバーってやってもらって、うん、どうしますみたいな、そのディレクターさんと3人でな、うん、どこ削るみたいな、そう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 、で台本に全部起こしてくれてるから、うん、ここの下り削って、いやでもな、もったいないなとかって、なんかそのディレクターさんも、まあ、こっちサイド あの目線やから全部みたいな。でもう最終どこ削んねえみたいなのになった時に、うん、もうやっちゃいますかって、あかんけどな、強行突破しましょうかみたいな、あかんけど芸人側が言うんはいいけど、そうそうそう、うん、ディレクターさんがもうこっち寄りすぎて、うん、もうやっちゃいましょうかって、もう受けたらいいでしょみたいな、なんかそうです、ね、感じで言ってくれたけど、一応じゃあちょっと俺ら頭の振りの部分ちょっと削りますみたいな、そうそう、ちょっと巻きでやりますみたいな感じでやって、うん、急遽ネタ合わせしてわーってやって、でなんとか50 59秒とかまで落としてんな。まあそう、2分ほんまのジャストみたいな、そう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 、ほんでやってみたいな感じやって、だからその俺、そのさ、鍋さんも前言ってたけどさ、うん、オンエア見た瞬間さ、うん、俺ら史上一番爆速でやってたっていう、もうこれ以上ピッチ上げたらもう何も伝わらへんぐらいの、っていうか逆にもうよう
笑ってくれたなっていう。そうそうそう、お客さんもベストなテンポじゃないやん。 俺らのベストじゃないのよ、うん、あれはめちゃくちゃ早口やし、うん、めちゃくちゃハイパーテンポやし。ハイパーテンポやったな。いやでもよかったよな、ほんまに。いやよかったです。いや本当にね、そのリハの時にどうなるかとほんまに思いましたよ、うん、あの要は幕開いたらもう我々がおるみたいな、なんか板つきスタートじゃないですか。そうそう、あれって全部せね、はい、ファーンって開いて板つきでお願いしますみたいな。あの松本さんがあの袖から出ないともうリズムが作れないっていう話になってそう、俺なんかな、そのどうもってマイクまで歩いてる時間がなんかいんのよ、うん、俺だからそのね、そうそうだからテレビのオーディションとかでさ、うん、ネタ見せでさ、うん、会議室で、うん、そのおってカメラ回ってて、うん、じゃあお願いしますって言われて、うん、どうもってやるやんか、うんうん、その場で板ついた、そうね、その場立った状態で、うん、あれとかだからめっちゃ苦手やん。ほんまにあれよね。だからそういう時ってもうこっちは構えてるけども、うん、要はつかみのボケやって2個目のボケ、うん、逆になったりするやん普通に2個目のボケ言ってからつかみやったりもするから。そうそうそう、昔やったな、なんかな。でもバレてない。でもそういうことなんやろうなっていう。そう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 。でもね、だからなんかなんか一歩出るみたいな。そうだからそのあれよう見てもらったら俺一歩下がってんねん。そう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 。で幕開いた瞬間にちょっとだけ前に歩いてんねん。バドミントンかってぐらい前衛と後衛で分かれてたからちょっと歩くわみたいな、自分でそのいい方法を導き出して。でも、うん、開いて、うん、袖から飛び出しでもいいですよみたいな。あ、言ってはくれたけど、でそのなんか選べるみたいな。そうそう、いやそこっていうか統一せえへんねやって感じなの。でその選択肢を言われたけども、うん、あの板付きを選んだ感じでしたもんね。そのそうそうそう、うん、ほんまは飛び出しが良かったよ、うん、けど、うん、その後にディレクターさんが、うんうん、その歩いてる時間すらも惜しい、うんうんうん、っていう雰囲気やってんな。そうそう、そこでちょっと1秒とかの世界でやってたから。だからもうワンステップだけ踏んでネタ始めるみたいな。そう、声は出てるけどその時歩いてるみたいな。絶対俺らだけやと思うわ、その板付きのコンビで一歩出てからスタート切ってんの。ダサいわ。そう、多分ギリギリマックと同時に一歩踏んでるから、うん、多分そんなに気づくか気づかへんかぐらいのラインやけど。そうやね、うん、だからちょっとね今日ラジオでちょっとだけ喋ってますけど、うん、ちょっとまた後日、うんうん、どうやったかっていうのを振り返りの動画をちょっと撮りましょう、うん、ああそうですね、うん、結構中身が濃いんでね。そうそう、この中じゃちょっと収まりきらんかなっていう感じなん で、どこら辺であの東京来たなってなった。楽屋の、うんうん、僕らがおった楽屋の前の部屋のタレントさんの名前見た時やな、うん、ああ、うん、そうやな、うん、片桐はえりさんやったから、うん、なんでどこどれ、どの番、なんでドラマ班の楽屋が。だからあともうその長州力さんとかいやいや会うことないやん会うことないな。そう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 、会うことない。モデルさんであるとかさ、はい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 、でなんかあの それこそ東野さん、うん、今田さん、ダブル工事普通におってみたいな。そうね、そうそう、だからカエル亭とかに会った時めっちゃ嬉しなかったなんかホッとしたな、うん、そこだけちょっと大阪だったもんな。そうそう、で粗品も嬉しかったん。あそうやな、粗品もすれ違った時にメイク室、うん、メイクしてもらう時の横がせいやった。あ、せいやった。そう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 、東京やなって思った。で粗品とバーって来た、粗品がバーって歩いてきた時に粗品が、うん、とか言って何してんねんみたいな、まあ、そうなるわな、とかって。そうなるわ。で、あ、そうそうとかって言ってくれて、うん、わみたいな、なんで勝手に入ってあかんでみたいなまあ見ることはないもんな。そうそう、そういう風にな。そうやってその言ってくれたから嬉しかった。なんか安心したな。まあ確かにね。そうそうそう、それはあったかもしれないですね。でちょっと次回ですよ、うん、どうなるのか。そうですね、でこれをちょっとつかみたいなっていうのはありますよね、はい、ありますね、うん、まあめったにないチャンスですからね。そう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 、はい、まあまた来週、うん、またオンエアあるんでね、ちょっとそれも見ていただきたいなと思います。はい、そうですね、はい、んで、まあ何度も言うようですけど、はい、明日、うん、来てください。そうですね、またちょっと出れるネタバレに出れるようなネタをちょっとそこで作れたらなっていう、そうですね、感じですね。だから明日のブーンなんでね、本当によろしくお願いします。 森の宮のあの裏口の前の、うん、
道路はすごい車通るねんね、やっぱね。電車とね。そうね、ごめんなさい、ちょっとうるさくして申し訳ないです。まあ、そんな感じでね、まあ、一応明日9月25日の19時15分から、はい、ザ・ザ・ポケッツで単独ございますので、はい、よかったら見てきてほしいなと思っております。はい、あのチケ用紙とかあんまり気にしないでくださいね。あの、うん、チケットあり余ってるんで。あり余ってます。はい、なんか一瞬完売してんでも戻ってるやろ。そりゃ戻るでしょ。あれなんなん、よう分からんけど、はい、全然戻ってない。まあそうか、あんまり入れてないね、チケ用紙には、ね、入れてないですからね。入れてないね。はい、気にせず、あの置きチケ、あの言ってください、はい、ということで今日はもう終わりましょうか。はい、はい、ということでまたお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。